フィギュア、速報、女子シングル、坂本香織が、銅メダル。2022年2月17日23時1分。北京オリンピック、フィギュアスケートの女子シングルで、坂本香織選手が、銅メダルを獲得しました。女子シングル成績。1位、アンナ・シェルバコは、ロック。 得点255.95フリー 175.75SP2 位アレクサンドラ・トルソワロック。得点251.73フリー 74.60SP3 位坂本香織日本得点233.13フリー 153.29SP 4位、カミラ・ワリエワ、6区。得点224.09。フリー14、141.93。SP。5位、ヒグチ・ワカ日本。得点214.44。フリー、140.93。SP。6位4、4韓国。得点213.09。 フリー 142.75SP7 位アリサリューアメリカ得点208.95フリー 139.45SP8 位ルナ・ヘンドリックスベルギー得点206.79フリー 136.70SP9 位キム・エリム韓国 得点202.63フリー 134.85SP10 位マライア・ベルアメリカ得点202.30フリー 136.92SP11 位アナスタシア・グバノワジョージア得点百点九八、フリー十五点五八、s p 12位、エカテリーナ・クラコワ、ポーランド。得点185.84、フリー126.76、SP。13位、ビクトリア・サフォノワ、ベラルーシ。得点184.83、フリー123.37、SP。14位、オルガミクティナ、オーストリア。 得点182.20フリー 121.06SP15 位エカテリーナ・ラゴワ・アゼルバイジャン得点179.97フリー 118.15SP16 位カレン・チェン・アメリカ得点179.93 フリー百十五点八二 s p 十七位ニコル・ショット、ドイツ。得点百七十七点六五フリー百十四点五二 s p 十八位リンジー・ファン・ズンダート、オランダ。得点百七十五点八一フリー百十六点五七 s p 十九位マデリン・シーザス、カナダ。 得点175.56フリー 115.03SP20 位エリシュカ・ブレジノバーチェコ得点175.41フリー 111.10SP21 位エバロッタキー・バスエストニア得点171.75 フリー 112.20SP22 位アレクシア・パガニーニスイス百六168.91フリー 107.85SP23 位河辺マナ日本百六166.73フリー 104.04SP24 位アレクサンドラ・フェイギン ブルガリア、得点159.31フリー 100.15SP。25位エニー・サーリネン。フィンランド、得点153.04フリー 96.07SP。ロックのワリエワ選手については、去年12月のドーピング検査で、 陽性反応が出たと発表されましたが、カススポーツ仲裁裁判所はワリエワ選手の出場を認めると判断しました。また、IOC がワリエワ選手の順位はあくまで暫定的なものとして扱うとしているため、女子シングルのすべての結果も暫定の順位となります。坂本香織 ショートプログラムに続き大きなミスのない完成度の高い演技で自己ベストを更新する153.29をマークしました。ショートプログラムとの合計233.13です。樋口若葉、最初のトリプルアクセルを綺麗に着氷しました。 その後の3回転3回転の連続ジャンプでは転倒しましたが基礎点が1.1倍になる演技後半のジャンプは大きなミスなく成功させました。フリーが140.93ショートプログラムとの合計で自己ベストを更新する214.44をマークしました。川辺真奈 最初のトリプルアクセルはバランスを崩しながらも何とか着氷しました。しかし3回転ルッツで2回転倒するなどジャンプにミスが続きフリーで104.04ショートプログラムとの合計166.73でした。17歳の川辺選手は演技を振り返って演技をするのがすごく怖くて 直前まで足が震えていた。練習で悪かった部分が全て出てしまって、悔しいと目に涙を浮かべながら振り返りました。その上で、こんなに大きな舞台で演技するのは、初めてですごくいい経験になったが、これだけ緊張する中でも演技ができるように、これを糧に強くならないといけない。 4年後のオリンピックは出るだけではなくて上位を目指せる選手になりたいなと思ったと話していました。女子フリー滑走順。第1グループ。1エニーサーリネン。フィンランド。2エカテリーナ・クラコワ。ポーランド。3アレクサンドラ・フェーギン。ブルガリア。4リンジ・ファンズンダート。オランダ。 コエバロッタキーバス、エストニア。6マデリンシーザス、カナダ。7アレクシア・パガニーニ、スイス。第2グループ。8オルガ・ミクティナ、オーストリア。9ビクトリア・サフノア、ベラルーシ。10エカテリーナ・リャボア、アゼルバイジャン。11カワベ・マナ、日本。12ニコル・ショット、ドイツ。 13カレン・チェン、アメリカ。第3グループ。14エリシュカ・ブレジノバー、チェコ。15マライア・ベル、アメリカ。16アナスタシア・グバノワ、ジョージア。17キム・エリム、韓国。18アリサ・リュウ、アメリカ。19ルナ・ヘンドリックス、ベルギー。第ングループ。 開始予定日本時間22時9分24韓国21ひぐち若葉日本22アレクサンドラトゥラソワ6区23坂本香織日本24アンナシェルバコワ6区25カミラワリエワ6区見どころ前半のショートプログラムで 3位の坂本香里選手は4回転など高難度のジャンプを持つ上位のロック、ロシアオリンピック委員会勢などを相手に磨き上げてきた技の完成度を武器に初のメダル獲得を目指します。ショートプログラムでトリプルアクセルを決めて5位に入った樋口若葉選手、さらに15位の 川辺真奈選手はいずれもフリー冒頭でトリプルアクセルを組み込んでいて巻き返しを狙います。一方、自身のドーピング問題で揺れるロックの15歳カミラ・ワリエワ選手はショートプログラムで本来の滑りとはいかなかったものの、情感あふれる演技で80点台の高得点を出しトップ。ワリエワ選手は フリーで4回転ジャンプ3つを飛ぶ高難度のプログラムを予定しています。フィギュア、坂本香織が銅メダル、自己新233.13点で、浅田真央以来4人目の日本女子表彰台。フィギュアスケート、北京オリンピック五輪17日、首都体育館、女子フリー。 坂本香織21シスメックスが銅メダルを獲得した。フリーで自己ベストの153.29点を出し、合計233.13点をマークした。2010年ワンクーバー大会銀メダルの浅田真央以来4人目の日本女子表彰台に立った。 18年、平昌五輪6位入賞から大きく成長した姿を披露した。打倒ロシアを掲げて臨んだ今大会、ショートプログラム SP では3位。ワリエワシェルバコワ、トルソワのロックロシアオリンピック委員会税の中に割って入った。フリーでも完成度の高い演技を次々と見せた。 坂本は直前のトルソはロシアが衝撃的な得点を出して会場が湧く中でのフリー演技冒頭で流れのあるダブルアクセルを着氷3回転ルッツも滑らか3回転フリップからの連続ジャンプ3回転サルコーも危なげない連続3回転ジャンプは後半のトーループに高さがあり 三連続ジャンプも安定感抜群だった。最後の三回転ループも含めてジャンプは全て成功。高さとスピードある演技。終えた後は静かなガッツポーズを見せた。銅メダルを獲得した団体戦、そして個人。 ワリエワのドーピング問題により、SP フリー最終グループが練習から騒がしい中、坂本が懸命にやり抜いた。神戸野田校2年だった4年前、平昌五輪の団体戦出場後には、体に異変が生まれた。過度なストレスから急性の胃腸炎を発症。救急搬送され、 個人戦に間に合わせるのが精一杯だった。今大会の SP 後に笑った。4年前と全然違うのは、団体から個人まで一回も病気せず、健康に過ごせたのがでかい、大きい。パワーは絶対に4年前よりも出ていると思います。平昌五輪翌シーズンは全日本選手権で優勝。 だが、19から20年シーズンは、同選手権で6位に沈み、すべて順調に進んできたわけではない。トレーニングがきつかったり、毎日練習疲れた。いつまで続くんだろうっていうのを思っていました。でも、試合で笑って終われた時は、あの苦しさがあったからこそ、笑えるんだなって感じた。 そこからは追い込めば追い込むほど自分が満足した結果を出せると思えました。コロナ禍を経て復活した昨季そして全日本女王に返り咲いた今季坂本は五輪に成長の後を記した松本渡る。